辺に、うん、はーい、OK です、よろしくお願いします。はい、今日は、ドロ郷に来ております。でこちらが、三重県熊野市、こちらが、奈良県十津川村。すごいですよね、この県境で今から、ね、この素晴らしい景色の中ストリートします。あ、日暮らしがない。Thank you.
東さん、今日ありがとうございました。はい、どうでした。めっちゃ素敵でした。何年やってるんですか、その。もうね、20年ぐらいになる。もうその前からずっとここら辺住んでた。そうそうそう。うん、生まれこの辺やからね。あ、うん、まあまあ、ずっと景色は見とるよ。分かってるから。はい。うん。それから、いろんないい時間帯を、今のこの時間帯はいい時間帯。日暮らしも、うん、美しく鳴いてて。このボート10年ぐらい10年ぐらいになりますね。じゃあ2代目ですか。2代目、はい、乗り心地最高です。ああ、そうですね。テクニックもいいと思う、うん、いや めっちゃすごかったさ、あのギリギリに止めてね、あそこ最高でしたけれども ここって発着場はここは、うん、うんうんうん、から出すっていう感じですね、うん、じゃあね、ドロキョウのカーブね、あのカワセミに乗りたい方はあのドロホテルがある下からあのボート出てるんで、この東さんが案内してくれます。はい、今日ありがとうございました。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。